皆さんこんにちは。今回はオーディナルスケールセレクションオーダー来たので、ちょっと弾いていこうかと思うんですけど、これね、欲しいスキルが確定枠のうちね 40% 以上あるってことで、まずねこのね静かに聞いてね言うなっていうのがね、アビリティでありながらスイッチ使うとパーティーに攻撃アップだったっけ、なんかバフがつくやつで、これめっちゃ欲しいですね。あとね、最後の仕上げな、マジで仕上げ、本当にね、ブレイク値51以上なんで、51層迷宮区でね、コンブやる人はね、これ持ってっていいってやつで、まあいろいろね、他にもあるんですけど、これ、アダマンティンティンシールドとかね、他にもね、いろいろあるんですけど、まあ、癒しの歌、ユナもね、まあ、筋力増強、まあ、ちょっとモーションがあれなんですけど、まあ、筋力増強ということで、まあ、いろいろね、あとあれだ、ユナ刻印か。まあ、いろいろ、ユナ刻印ね、噴光までついてるし、まあ、攻撃防御、パーティーバフつくしっていうので、めっちゃいいんですけど、まあ、その代わりね、ちょっとね、消費 SP が重いんで、まあ、ビーティボールスマッシュ、あるとね、そっちの方が、ね、攻撃力アップだけだとね、まあ、こっちの方がいいっていう場面もあるんですけど、まあ、攻撃防御、パーティーバフがね、どっちも一発撃つだけでつくんで、まあ、そういう理由で、まあ、いろいろね、欲しいスキルがあるんで、まあ、これ、ちょっとね、3週、11連3回ですね、引いていこうかなと思います。11連オーダー、やっていきましょう。はい。なんかね、ノーチラスとかエイジっていいスキルってあんまなくね？なんかそんな気するんだけどさ、あんまなくない？なんかもっと強いさ、エイジのスキルとか出てもさ、いいと思うんだけど、なんかあんまりない気がする。どうなんだろう？覚醒環境の時は強かったんかな？英才の戦闘術。どうなんだろうね。まあ、アビリティ、これね、星4、確定枠以外であんまり出ることないんだけど、一応槍もあれか、なんだっけ、紅葉の熱性ユナだっけ、バーストの、つかぜのやつも一応入ってはいる。まあ、弓はもうないよね。アビリティ、どうだろうな。これが、次が10連目かな。いや、出てほしいな。これ3回、まあ、2回に1回くらい確定枠で、あ、コンか。コン、あ、コンいいね。仕上げユナ欲しいね。来い来い、仕上げユナ。コネクト？コネクト？あ、違う、なんも、なんもない。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、これは普通に嬉しい。これは、残攻撃弱化4デバフなんで、突属性が弱点のボスが来た時にね、85層とか31層でもね、使えるし、これは本当に欲しかったやつなんで、これもう一度オーダーを実行ってやったらなんかさ、いいの出ないイメージあるんだけど。まあいや、これでちょっとね、引いてみようかと思います。どうなんだろう、これ一回やめてもう一回引いた方がいいのかな。なんか、そうさ、なんか一度さ、なんか連続でさ、出ないみたいなさ、あったらさ、なんか出ないんじゃねみたいなの、なんかさ、思ったりするんですよね。まあ、とりあえずね、まあ、そういうのないでしょうと。まあ、確率通りでしょ、まあ、確率のさ、表記通りでしょうって思いたいんだけど、なんかさ、なんか知んないけど、俺、なんかいつからかさ、俺、なんていうの、スキルコーダー引くときだけさ、なんか引くときさ、ちょっと読み込み時間あるじゃん。俺、その読み込み時間のときだけ、なんか異様に長えな、みたいな。他のさ、何なんか鑑定とかさ、探索の無料とか引いても、なんかそんなかかんないのに、スキルコーダーだけ異様に長い、みたいな。まあでも、スキルコ演出とかいろいろあるからかな、わかんないけど、なんかさ、いつからかさ、これ、なんだっけな、あれ確定枠以外。確定枠以外。お、あ、でも演出ない。なんだろう。アダマンティン。は？は？舐めとんの？マジ、舐めとんのか？舐めとんの？槍確定？槍紅葉の熱性かな？いや、モッドか？いや、モッド演出来い。あ、なんもない。バーストかな？おー、いいね、いいね、いいね。あー、まあ、悪くはないけど、別に、なんか、
特別欲しいっていうようなスキルがまだ来てないですね。あ、これ何気あれか、ダメージ受けると解除されるあの回復のバフとかあったんだこれ。あ、一応あれブレイクゲージ増加量がバースト時、多いってやつか。微妙。今の環境ではちょっと微妙だね。あ、でもあれだな、カオススティーグチャレンジに使えるかな。突風が今後来るかってところだけど、ちょっとこの画面から行くか。あのね、一旦全部閉じてさ、報酬とか受け取ってから行った方がいいかなと思ったんだけど、ちょっとね、このまま行こうかと思います。っていうか、確定枠以外かぶりっていうのかな、その確定枠以外で出たやつ、サマーストローハットとかね。こんな寒い時期にサマーストローハットとか季節感がなんなんマジで。いや嬉しいけどね、嬉しいんだけど、かぶりっていうのかな、もう槍はどうでもいいか。盾じゃん、アダマンティン、アダマンティン盾なのに飛ばしちゃった。ダメじゃん、ダメじゃん。あれ、最後の仕上げ、最後の仕上げ、仕上げ、仕上げ。あれ、俺アビリティ何求めてたんだっけ。アビリティなんか演出待ってるけど。こ、あ、来い来い、10連目、10連目来い来い来い。確定枠、確定枠。あー、今度やった、来い、なんか来い、うんこ来るな、来る、来い、あ、いいの来い、いいの来い。あ、コネクト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 、来いよー。なんで、お、お、お、あ、まあ、あー、まあ、悪くはないけどな。全体攻撃、あ、でもスイッチ47か。ってことはあれか、メタルリッパーの腹の部分でこれで殴ったら、スイッチが47で、まあ、インパルスがどれくらいの範囲かにもよるんだけど、まあ、2点攻撃いくのかな、これ。はい、2点入ったら 47×2 で、94くらいかな、スイッチ溜まるのか。で、筋力増強までつくと、まあ、欲しい、一番欲しいのが1枚も来なかった。マジかよ。静かに聞いてねと、あー、盛り上がり最高潮、あ、こ、あれ、ここら辺かな。あー、これ欲しかったんだけどな、ユナコクイーンとアダマンチンが欲しかったんだけどな。なんか来な、あ、でも、一応新規はさ、結構来てるんだよね。これだけだよね、被ったの。あ、でまあ、まあ、新規増えたから嬉しいんだけど、これいつまで、これいつまでなの。1月17、今日って何日だ。今日は1月11日か。1週間で2500ジェム貯まるかな。いや、もう諦めよう。まあ、なんか俺今回ね、ちょっとね、このオーダー引いたけどね、これどっちかっていうとあのサポート系のスキルが多いんですよ、やっぱユナとか。で、エイジとかノーチラスのスキルってあんま強いの入ってなくて、てかなくて、あん、そん、エナ、え、エナじゃねえや。エイジというのは合体してエナとか言っちゃった。エイジとノーチラスのスキルあんまり強いスキルが多い印象がないんで、あの、ユナ、そうですね、ユナバフが強い、ユナバフ強いんで、だから、まあ、そうですね、まあ、縦ユナとか縦傷みたいなやつ、ユナ傷って一部で呼ばれてるやつとか、まあ支えるね、いろいろなとか、まあ、ユナのね、サポート系のは結構あるんすよ。まあ、これは一応突飛の槍だっけ、忘れたけど、なんかこれがね、サポート系なんで、始めたての人でなんか例えば瓶集めで、瓶集めのために直剣もっと欲しいとか、そういう人はまあ、B 集めとか、あの50層以下のフロアボス周回するのに直剣元欲しいっていう人はちょっとおすすめしないですね。まあ、オーダーどれがおすすめかって、まあ、質問あったんですけど、前回動画にしたんですけど、まあ、本当に始めたての人さ、どういうの引くべきかっていうのは、まあ、まあ、やる気出たらちょっと動画にしようかと思います。と思います。次回ね、次回かな、わかんないけど、やる気出たらやります。
まあとりあえずね、まあ新規が出たし、まあ別に悪くないですよ。全部悪くないし、全然ね、後でね、使えそうなスキルだって思うものがね、来たんで、悪くはないんですけど、一番欲しいやつは来なかったっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。